はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は、北京、上海、香港、緊急事態発生、全く新しい感染症をお届けいたします。よろしくお願いいたします。まあ、インターネットのニュースなどでですね、まあ、あの、新型コロナの新しい変異株、中国で爆発的に広がっているというのをね、目にしたことある人いると思うんですけども、どうやらですね、まあ、アメリカでもかなり今広がっているんですよ。 で、これが、まあ、ちょっと違うんじゃないかっていう風なね、あの、専門家の意見も出ています。まだわからないですよ。まだわからないんですけど、とにかく今までとは違うと。この3年間。で、まあ、記憶にね、ある人はね、どれぐらいいらっしゃるかどうかわかんないんですけども、ダイヤモンドプリンセス号というのがね、横浜の港で、まあ、あの、感染者が中でね、いっぱいになってしまって、そのまんま港に停泊して、 その中の人たちを日本に入れるのか入れないのか、どうするのかって揉めたのが3年前ですね。ちょうど3年前、2020年1月の20日、1月のま20日なわけですよね。ここで、まあ、うやむやになりながら入れちゃったんですけど、あの関係なかったですよね。要するに、周りからどんどん入ってきたんで、感染者はね、まあ、どっちにしても、 まあ今の日本になるは、あまあ、まあ、どっちにしてもなったわけですよ。ね。だからまあ選択として、まあどっちを選んでもね、あの、ひどい状況になっていたということで、で、今現在中国でですね、あの、なんでダイヤモンドプリンセス号の話をしたかというと、その時の3年前の状況と非常によく似てるんですよ。まだその時は、まあ中国で流行ってるんだろうぐらいでね。で、ダイヤモンドプリンセス号から入ってくると大変なことになるんじゃないかなんて言って、 まあ日本の本土の中には、まあ、あんまり感染者がいなくてね、まあ、大丈夫だろうぐらいに思ってたんですよ。で、この3年間で、このありさまですよね、まあ、ワクチンを打ったりとか、まあ、ウォーサーをしながら3年間過ぎてきたわけですね。皆さん頑張って、まあ、マスクを、ね、一生懸命されてきた方もいれば、いや、もうコロナなんかないんだよ、存在しないんだよって言って、まあ、騒ぎ出してる人もいれば、まあ、入院された方もいれば、 その間にね、私の知り合いもそうですけど、亡くなってしまった方もかなりいます、感染してね。うーん、まあ、どっちにしても、まあ、何かが起きてるのは間違いないわけですよね。で、そのダイヤモンド・プリンセス号の騒ぎの時と、今、中国で起きてるのが、とてもね、類似してます、似てます。だからまた新しい何かがこれから始まるということですね。 で、感染者の歴史を紐解いてみると、まあ今までの感染症ね、地球、まあ何十回何百回何千回と襲われてるんですけども、あの、パターンがあって、だいたいね、3年ぐらいして、強毒性が出てきて終わるんですよ。3、4年でね。で、まあ3年目ぐらいから始まるんですけど、ひどいのはね。で、ひどいのが強毒性が出て、で、みんな倒れちゃって、倒れちゃうと、結局は、あの、 ウイルスだって、まあ、倒れてなくなっちゃうんで次にうつれないのでもう、まあ、だんだん少なくなっていくわけですよね。だから強毒性になるっていうのはウイルスももうこれでおしまいにするよっていう合図なんですよね。だってウイルス自体が強毒性になった場合には、まあ、その人間の体に、まあ、取り付いてっていうかね中に入って増殖して次の体また他の人間の次の体っていうふうに 行かないといけないのが、それをやめるわけですよね。だって、強毒性になったらすぐ倒しちゃうので。ですぐ倒して、体なくなってしまって、そのウイルスも、まあ、なくなってしまうわけですね。まあ、火葬場で燃やされたりして。だから、ウイルスも、もうこれでもういいよ、ということで、最終段階に入るんですよで。その時のウイルスっていうのは、まあ、今までとは違うんですね。まあ、強毒性と言われているものですよね。まあ、それが始まったんではないかと思います。 これはね、あの、なぜかっていうと、あの、中国の情報を、まあ、あの、くまなく逐一、中国語でも全部検索して見ていますけど、まあ、あとアメリカの状況ですよね。非常に似ていますけど、中国は先に今爆発しています。で、二、えー、29日付、12月29日付ですね、この2022年ですが、去年の末ですね、共産党の機関紙、人民日報という機関紙、新聞があるんですけど、 そこの、ま、記事の一部なんですけど、えー、人民解放軍総院第一救急センターというね、病院があるんですよ。これは大きい病院ですよ。北京の病院ですね。そこの病院の、ま、主任の主海選さんというあの主任の方が、これはね、異常な事態だと。まあ、そうじゃなくても、まあね、あの新型コロナで運ばれてきた人たちがいっぱいいたんだけれども、今倍以上になっていると。だいたい800人ぐらい。 一日に運ばれてきて、そのうちの約半数の400人が重症で、もうどうにも手がつけられないということを言っています。半分が重症、運ばれてくる方もね。で、あまりに運ばれてくるので、もう対応ができないというふうに話しています。これが事実だとすればですよ、今までとはもう全く違います。火葬場の行列がすごくて、 火葬場ももう処理しきれないというのも、まあ、載ってました、一緒にね、その新聞にね。いやこれはね、一大事だと思いますよね。今までにないものが何か起きているんですよ。まあ、今の高齢者に、今はある程度シフトというか偏ってます。あの亡くなる方がね。まあ、高齢者から、それはそうですよね、体が弱いわけですから、高齢者からということですけども。 あのご高齢の方がバタバタ倒れているんですが、まあ、やがてそれが、まあ、同じですよ、だからね、あのダイヤモンド・プリンセスの時と全く同じことが起きてるんですよ、本当に。最初そうだったんですよ、最初高齢者だったんですよね。で、その後あの子供だったりとか、若い人だったりとか、まあ、あのだんだん変わってきたんですけどあの、だからこれはですね、やっぱり同じことが起きているんですよね。で、えー、と中国に旅行に行った方が帰ってきて、 でまあ、全員じゃないですよ、全員じゃないですけど、あのこれ成田かなんかなのかな、あのなんか、表が載っていて、中国旅行に行って帰ってきた人の、まあ、感染してるか、陽性になってるかどうかっていう検査をしてるらしいんですけど、12月の31日は、中国旅行に行った人の92人中90人、陽性。1月1日は32人中28人。 1>, 1月2日は84人中82人、1月3日は26人中26人、全員です。1月4日、56人中53人という結果なんですけど、まあ、9割を軒並み超えている異常な事態ということですね。まあ、今まではどうだったのかっていうと、まあ、大体30%前後ですね、20%とか、まあ、ゼロの日もありました。ということで、9割を軒並み超えてきている、毎日ね。 中国行っただけで、行って帰ってきただけで、9割以上の人が感染してるんですよ。で、これは、まあ、ただごとじゃないですよね。そんなに感染するって、今まで新型コロナでもなかったじゃないですか。で、これがアメリカでも広がっていて、爆発的に今広がっている。で、その、どうやら、あのー、まあ、アメリカで XB、B、1. 1>, 1号と呼ばれてるんですけども、あのこれが、まあ、それで中国と同じかどうか分かんないですけど、中国からの情報を隠蔽してるので出さないんですよ、一切あの出してないですよねで。WHO が出せって言って出したのは、今までの、まあ、従来型だったんですけどで、その出したサンプルがまたね、中国なんでね、分かんないですよ、新しいの出してるかどうかも分かんないですから、まあ、ちょっと隠してる部分もあると思います。 で、アメリカで今爆発的に広がっているのも同じような形なんですよ。まあ、やっぱり高齢者がおかしくなっちゃってる。で、すごい勢いで広がっている。で、ワクチンが全く効かない。今までのワクチンはどれもこれも全部無効というふうに発表されました。全く効かないです。日本でワクチンを4回5回打ってらっしゃる方も、あの、今回これ広がっているのが日本に入ってきて広がった場合は、ワクチンが全く効かないのと、 プラス恐ろしいあの発表がアメリカでなされました。この、えーまあ、今、だから中国で広がっているのが分かんないですよ。同じかどうか分かんないですけど、とにかくアメリカで広がっている XBB.1.5 っていうのがですね、ワクチン全く効かないプラス、プラスアルファあるんですよ。ワクチンを今までしている人が感染した場合には、死亡率が2倍になってしまって、で重症化率が3倍以上。怖いですね、これね。 ワクチンをした人は、この XBB15 にかかると倒れちゃうんですよ。高い割合で。でこれはもうアメリカもお手上げで、いや、ちょっと待てよというふうにね、まあロックダウンですね、またね。だからね、アメリカ考えてるのは、まあロックダウンするかどうか。ただまた自由を奪うような形でね、まあアメリカ自由の国だってね、歌ってずっと発展してきたのに、またかっていうことになってしまうので、 うーんって言って頭を悩ませているのがもう今なんですよ。もう今日現在ということですね。これは恐ろしいことになりますよ。だけど、これほんと緊急事態ですよ。これ日本にもう入ってきてる。もう間違いなく。で入ってきて、で、今広がって、あの今感染して、あの広がってるの違いますよ。あの今多くなってますけど、これ違いますからね、日本のね。これからですから、まだあの、一人も出てないと思いますよ。あの、旅行者から帰ってきた人に出てるかもしれないですけど、 まだあの従来型です。出てるのはね。だから、のその新しい、ちょっと恐ろしいものは出てはいないんですよね。あの国内からですよ。あの要するに、外国行って帰ってきた人から出てますよ。それはね。だから、感染がどれぐらいね、日本でこれ広がってしまうかということで、懸念しているところだということなんですね。まあ、もう本当、緊急事態ですよ。これは冗談じゃなくて、 非常にね、その3年前のダイヤモンドプリンセス号の時の状況と似てるので、あの時は、まあ今の新型コロナなんですよね。で、まあ大変だ大変だって言って大騒ぎになって。ってことは今の新型コロナを上回る大騒ぎになるはずなので、もっととんでもない、まあ、毒性があるということですよね。 でまあ、バタバタですよ。だからこれ、前からね、あの動画でアップさせていただいてる内容で、2023年とんでもないことが重なるの一つに、まあ、新型コロナの強毒性、お話、たびたびさせていただいてますけど、いよいよ来てます。これはね、真剣に対処しないとやられちゃいますよ、本当に。感染力半端じゃないんでね。あの、目からもこれ感染しますから、目から。マスクだけしてても無駄です。大体マスクの網目通っちゃうんでね。 まあ、あの、してないよりしてた方がいいですよ。網目通っちゃうって言っても、あの、絡まるんでね、マスクにね。しないよりしてた方が、感染率は絶対低いです。無駄ではないですよ。いきなり吸い込むよりはね。で、まあ、うがいしたりとか、まあ、手洗ったり当たり前なんですけども、あと目からも入っちゃいますから。あとは、あの、荷物について、運ばれてきた荷物についていて、それを触って、口を触ってしまえば、まあ、簡単に感染してしまうと、今回のものはね。簡単に感染しちゃうんですよ。だから、これは、 本当に気をつけないと、まあみんなほとんどやられちゃうんですよね。まあいよいよかっていうことで来ましたけど、うん、まあこれをね、あの、煽ってるとかなんか、あのね、言ってる人いますけど、そうじゃなくて事実をお伝えしてます。淡々とですね、事実をお伝えしてるので、あの本当にこれは予防に心がけて、こう気合い入れて集中して、人間ね、3年間もね、同じようなことやってれば慣れてしまうので、もうね、やになってきちゃってるんですよ。 だけど、ウイルスは全然慣れてないし、ウイルスはやる気なんでね。本当にね。あの、まあ、これは人工か自然かっていう意見もあるけど、そんなもん関係ないですよ。人工か自然かなんて、それが分かったってどうしようもないでしょ。防御で,できないですよ。それが分かっても。とにかく人工だろうが自然だろうね。発生がね。あの、まあ、防御して乗り越えないとやられてしまう。ということですね。ということで今日は、北京、上海、香港、緊急事態発生。 全く新しい感染症をお届けいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。